めんどい。正直めんどい。次のシーンはどういうシーンかちょっと説明いただければ。次のシーン本当にすごいいいシーンですよ。秋のやつはいいよ。これもう最終話の本当前の回で、ちょうどこの駅でこうね、本心をこう言えなくてこうグッととどめる。おお、ね、いいシーンね。広瀬涼子に心移りしてるところぐらい。第9話このシーンっていうのは、うん、堂本剛くんプラス、うん、アルファその広瀬涼子さんが出てくるシーンなんで、うんうん、広瀬役を誰かにやる。広瀬だってあれでしょ、内山アリーナでしょ。内山アリーナだろ。知らないよ。内山アリーナもいるし、一応俺カメラ持ってたけど。あ、そうだよ。まあ主演、主演だし、なんかすげえスーツでね、広瀬じゃね。あれ大丈夫ですか。急に広瀬に見えてきた。いくつぐらいですか今年齢は。32です。体重は。いや86キロ。これ広瀬ですね。いけんじゃね。オッケー、いけます。ドラえもんとかに近いんじゃない、どっちかって言ったら。今からなんかセリフ確認してますよ。台本に起こしてこいよ、もうねえ。めんどいめんどい、待ちが長い。面倒くさい。今 V チェックしてるんですけど。 V チェックなんだから今、次の話の次何をするかって、シーンの、シーンのね。電車役しかやってねえんだから今んだから。どうしてくれんだよ。電車役結構光ってたよ結構。あ、本当、うん、本当じゃない。あれだって急行特急急行あ、急行はい、特急ではない。特急じゃない。楽しんでんじゃん、なんだかんだ。あ、そう、大会も止まんないやつね。止まんないやつ。はい、行くね。演技だけちょください。演技だけ2人とも演技だけ。じゃあ監督スタートして、はい、じゃあはいスタート。演技だけ。やんできたかな。行くね。私決めえよお前は。いやそういう役柄でしょ。オッケー、オッケー出ました。リハオーケーってことなんで今のオーケー。本番行きましょう。それを持ってよ。いやもうマジかよ。資料じゃない。何これ資料。初期大会のやつ持ってんじゃない。別にいいけど資料代わり。あ、俺ダメだ、ジャケット脱いでないと。これも懐かしいわけでしょ。脱いで渡すんじゃない。そうそうそう、これが大事なんだ。これ肝だから。これいちいち脱いでた。やんできたかな。行くね、私。誠、何？初めてだね、別れてから誠って呼んでくれた。これさ、資料濡れちゃうでしょ。はい、もう終わり終わり。もう腹立つのじゃねえかよ。長いな。何やってんだ。楽しい。広瀬やるってなんで腹立つのよ。いやいや、温度差よ。いや広瀬きっちり演じてきた。マジ1分ぐらいで終わってきたから。全然だよ。やばいよこれ。どんくらい経った。30分ぐらいやってるよ。やばいんじゃない。大事なシーンだからね。ちゃんとできすぎてて、もうこれ完璧に撮ったからいいでしょ。もうもういいよ。もうお腹いっぱいでしょ。え、いやいやいや、まだだって大会山の駅周辺でしか撮ってないじゃん。な、何があるの他に。だから大会山が分かればいいんじゃないの。いや、何言ってんの。もう本当メインの橋知らないの。え、みんな知ってるでしょ、大会有名な橋あるじゃん、あっちの。何、瀬戸大橋。下関まで行かなきゃいけない。いや、そっちの方でもすごい名シーンが生まれて、もうみんな通るたび、あ、ここキャーってなるところあるの。
行くよ今から。めんどいな。橋行くらしいっす。めんどいよもう。ガチのめんどいいただきました。ゲームやってんだ。ああちょっと本当、あそういうのやめてやめてやめて。アイテムが手に入らなくなっちゃうから。怒ってんの？怒ってるよ。橋行くよ。あの橋行きたすぎてあんまり心ここにあらずだよ。正直どうですか？めんどい。かわいい。こんなのに付き合わないといけないんですか？で得意なんでしょジャニーズ。嫌いになったよ今日で。ジャニーズが。岸くんがだってぜひって言ったのがマーシーのこと。そうだよ。ああそう。キスマイのライバーどうというか一言で言うなら。空中飛んでたよ空中。最後ラスビにあれ来てさ、ブサイクの。あああれね。スルメさん。そう。あの中くんでしょ？そう。見た見た。え、ラスベ行ったの？ラストの日テレビでやったの？スルメさん見た。スルメさん見た。あ、スルメさんの日じゃなかった。2日目だったから俺。違うんか。北光の誕生日の次の日。急に喋り出すじゃん、まあ、がその日なのよ。全然出るよ。あ、おワイルドワイルドとかでもないわ、うん。